皆さんこんにちは、ウィンドブレーカー桜遥役の内田優馬です。皆さんこんにちは、二礼明彦役の千葉翔也です。杉下京太郎役内山幸喜です。周防隼人役島崎信長です。はい、というわけで本日はテレビアニメウィンドブレーカー暴風林決起集会をご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あ、というわけでですね、今回はこの番組でですね、作品の情報をたくさん発表していきますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。まずはですね、現在マガジンポケットで連載中のウィンドブレイカー、うん、ウィンドブレイカーですかね。ウィンド、そうでしょ、読み方ウィンドじゃなくてね、ウィンドね、ウィンドブレイカー、はい、いや大事なことなんで確かに大事なことなんでね、いい、はい、ウィンドブレイカーがどんな作品なのか改めてご紹介します。はい、はい、その拳で町を守れ、うん、不良高校生さくらの喧嘩英雄伝説、うん、偏差値は最底辺、喧嘩は最強、超不良校として名高き高校風林高校、うん、この春そんな風林のトップを目指して町にやってきた風林高校1年生さくらはるかは、はい、風林高校が暴風林と名付けられた町を守る集団となっていたことを知る、はい、うん、そしてさくらは風林の一員として町を守るため戦い始めることにという作品になっております。はい、そうですよ、はい、こちらね、2023年の3月にアニメ化が発表されたんですけれども、うん、はいはい、まあ、いよいよですね、先日キャラクターごとに解禁 PV が公開されました。お、はい、皆さん見てくださったでしょうか。いかがでしたか。さあ、続いては作品のティザー PV を解禁いたします。ご覧ください、どうぞ。俺の顔と名前よく覚えておけ。俺は風林高校、さくらはるかだ。案内しますよ、てっぺんまで。潰す。さあ、俺と一緒に大人の階段登ろうか。この町でこんなもん振り回すことがどれほどのことか分かってんだろうな。さて、今年もいよいよ始まるな。歓迎するぜ、1年も。おわー、かっこいい。というわけで、ティザー PV ご覧いただきましたが、いかがでしたか。かっこいいっすね、本当に早く早くですね、アニメーションで皆さんにお届けしたいところでございます、うん、私もお待ちください、はい、さらにキービジュアルもこの特番で解禁したいと思います。ご覧いただきましょう、こちらです。どどん、おー、来ました。いいっすね、ありがとうございます。サラブンでおります、うん、かっこいいね、かっこいいっすね。いいな、この服いいっすね、かっこいいっすね、やっぱね、かくら、うん、確かに憧れますよね、やっぱね、不良といえばみたいなところだったイメージとしては勝手に持っちゃってますね。さくらくん、なんかこう汚れてるというか傷ついてるのはいいね。ええー、そうですね、喧嘩後なんだろうね、これね、傷もね、魅力に変えていく男。あ何卒よろしゅうお願いします。はい、テレビアニメウィンドブレイカーは2024年4月より放送開始となります。アフレコもついに始まりました、うん、はい、始まったばかりでございますけど、より良い作品になるべくね、キャスト、スタッフ一同みんなで頑張ってまいりますので、あと半年ほどお楽しみにお待ちください。さあ、というわけでまずは私、内田優馬が担当いたします、さくらはるかをご紹介します、どうぞ。出たはるかということで、風林高校の1年1組でございますけども、好きなものは強いやつ気持ちいいね、強いやつ好きですね。喧嘩でてっぺんを取るためにね、町の外からやってきましたと、うん、まあずっとですね、やっぱこう見た目もね、ちょっと特徴的なもんで、やっぱこうあいつちょっとなんか俺たちは違うぞっつって、うんうんうん、一人でね、ちょっといることが多かったんですけど、
ここ風林暴風林に来てちょっとずつ桜が成長していくという、うん、そんなお話になっております。見た目もやっぱりインパクトあるんですけどね、何よりでこうすっごい身体能力高いんですよ。もうねバトルの才能、やっぱ戦い喧嘩の才能がねめちゃくちゃあるんで、その辺は皆さんぜひ注目してほしいところでございます。さあでは続いてはこちらです。どうぞ。はい、僕千葉翔也が演じさせていただくのは二礼明彦です。うん、はい、喧嘩は弱いです。あれ、あら弱いです。おでも町を守りたいという気持ちは誰よりも強く持っている。あ、風林高校の生徒にですねずっと憧れを抱いていて、うん、ついに入学できたという感じになっておりまして、かっこいいなと思う人のことは、まあ、データを集めて分析したり、それをなんかみんなに披露したりと、うん、情報通ですね。確かに、うん、で結果はあんま強くないんですけど、まあ、人柄がすごい明るいのでさくらだったり他のメンバーとも結構仲良くさせてもらってる、うん、はいはいはい、ムードメーカー的存在になれたらいいなっていう感じですね。はい、そしてさくらのね理解者としててっぺんまで連れてくよと、あら、もう導くよと。喧嘩じゃない、なんていうんですかね、情報だったりとか、はい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 、いろんな、ね、サポートをして連れていきたいよというふうに支えてくれるのね、少年でございます。はいはいはい、はい、続きましてこちらです。杉下京太郎です。はい、こちらキャラクターなんですけれども、はい、風林高校1年1組の人で中学時代から暴風林を名乗ってきた唯一の逸材であり狂犬狂犬です、狂犬です。ルールぶち壊してますね中学時代から名乗ってきたっていうのもちょっとそこは注目していただきたい、はい、でどんなことを思っているかっていうと、はいはい、その彼の原動力は梅宮さんです、はい、梅宮さんに対する行き過ぎた忠誠心とにかく梅宮さんに忠誠を誓っていて、はい、彼を崇拝していると言っても過言ではない、うん、彼の言うことが絶対というキャラになっていて、だから注意していただきたいのは梅宮さんを悪く言うようなことがあったら切れます。ここだけ皆さん、確かにめちゃくちゃ狂犬、そこ狂犬なので、梅宮さん関連のことはもうピクッときちゃうので、注目していただきたいです。続いてはこちらのキャラクターです。はい、私島崎信長が声を担当いたします須尾隼人でございます。はい、はい、まあこちらもね風林高校1年1組同じクラスでございます、うん、まあビジュアルの通りね、まあどんな時でもこの涼やかな笑みを絶やさず、まあひょうひょうとして捉えどころがない人で、うん、でまあ優しい感じあるんですけど、うん、結構その笑顔のままグサッといけそうな、はいはいはい、そういう人ね。そうですね、鋭さもある。普段ずっとニコニコしてる分怒ったら一番怖いタイプ。そうですね、奥がね、そう見えない。しかもあの笑顔のまま理性的に詰めていくタイプ。ね、この間こう言ってたもんね。怖いよさ君さ。はいはい、でただね情報通の、はい、あの情報通の二例をもってしてもちょっと謎が多い。そうだね、うん、あの眼帯は一体何なのか、ね、外すと何が起きちゃうのか。それはまだまだまだ今後のお楽しみですよ。ものすごい重量なのかもしれないですしね、あのとりあえず鍛えるためにここをそういう感じ頭を鍛える首の力をねトレーニングしてるの。ずっと首こうどっちかに傾いちゃうからね首技ヘッドバットだなこれ。謎が多い、はい、気になるところでございます。はいはい、まだまだ、いらっしゃいます、はい、続いてはこちら、はい、あー来た、おー、はいはい、た先ほど、名前も上がりましたけど梅宮はじめ、うん、中村雄一さんが CV を担当されております。はい、強いんだろ。そうですよ、そうですよ、CV から察すると強いんだろ。当然じゃない、はい、最強です。いや、てっぺんです。てっぺんです。壮大でございます。壮大、壮大、てっぺんと言われておりますけど、てっぺんやな。でもですね、人懐っこいんです。一番強い、一番強い、どんな人なんだって思って対面してみると誰よりもなんなら朗らかというか、はいはい、すごいね優しいんですけれども、まあ、ある意味そういう性格も相まって、ボーフリーのメンバーからはやっぱ絶対的な信頼を得て、ね、はいはい、周囲を引きつけるカリスマ。やっぱりもう拳の強さはもちろんなんですけれども、やっぱ器が大きいなというか、はいはいはい、喧嘩は対話であると、うん、対話戦いじゃないよと、おうおうおう、拳は言語であるよ。言語だ、言語だ、拳で
会話するっていうことですね。今年で語り合うと。なるほど、なるほどな。素晴らしい言葉ですけれど、まあ、さくらが結構てっぺんを目指すということで、いろいろ強さというものについて考えると思うんですけど、そうですね、結構その意外な角度から、はいはい、なんか解いて導いていく、いや確かに、なんじゃないかなと思っておりますけど、この優しい顔ですからね、やっぱそれだけのカリスマを持っていて、はい、いやどんな顔をこれから見せてくれるのか、はい、楽しみなところでございますね。ちなみに野菜作りが趣味だめちゃくちゃガーデン男子やん、はい、ミニ情報ですけどね、これミニ情報なのすごい、ぜひ皆さん検索してください、はい、続きましてこちらです。どどん来ました、ヒイラギ大間でございます。こちら鈴木亮太くんが CV を担当されておりますけども、こちら3年生でございまして、暴風林の四天王の、いいっすね、四天王、はい、そうですよ、多聞宗筆頭という、多聞宗、一応ね、あの暴風林にはね、いっぱい宗が4つあるんですよ、そのうちの1つの筆頭ということでね、ただこんだけね、ギザッパで、もう特攻隊長感がめちゃくちゃあるじゃないですか、なのにめっちゃ神経質、意外な一面がね、実はあったりするんです、可愛らしいところもあったりするんですけど、でもやっぱりこの見た目にそぐわない、あ、そぐうでほどのですね、パワーがあります、はい、やっぱりですね、勢いもある人なんで、はい、かなり頼りにはされているのかななんていうところでございますけども、梅宮ともですね、堅実に、支えてですね、一緒に頑張っているという、そういう人でございます。こんな顔で胃薬が手放せない国なんでしょ。そうなんすよ、薬をね、いっぱい飲んじゃうんすよ。なるほどそれで歯がこうだんだん尖ってきたのか。え、そういうこと。そういう副作用が発生するので飲んでる人そんな副作用ないね。でもなんか結構ギザッパのキャラクターって確かに神経質なイメージある。はいはい、尖ってる分ちょっとこう折れやすかったり苦労してたりみたいな、はいはいはい、なんかイメージが僕の中であるんですけど、確かに確かに、いいよね、こうイケイケの見た目で縁の下の力持ち、ギャップがあるね、またね、亮太の声が相まってですね、すごいマッチョなのにやっぱね、こう繊細な感じが、表現されてる、ね、まあ、だとっても素敵な感じです。皆さんぜひご期待ください、さあ、ということでキャラクター紹介をしてまいりましたけれども、2021年ですね、以前、作品公式 PV というのを公開させていただきまして、そちら公開された時のキャストの皆様は、一緒でして、はい、そしてどんどんまた新しいキャラクターが出てきているということになってます。まあもう本当にですね、やっぱりめちゃくちゃキャラクターいっぱいね、そうですね、いますんで ね、はい、気になるキャラクターは多分ね、たくさん出てくると思いますんで、ぜひ皆さん引き続き情報の方は、漏れなくチェックよろしくお願いいたします。ここからはウィンドブレーカーからのお知らせです、はい、まずは原作情報です、マガジンポケットで連載中のウィンドブレーカー最新第14巻は11月9日木曜日に発売予定、全国書店通販サイトにてぜひお買い求めください。そしてここからは初解禁の情報となります。お、なんと11月25日26日に開催されます、北九州ポップカルチャーフェスティバル2023にウィンドブレーカーの出展が決定しました。わーすごい、ありがとうございます。ブースでの作品展示のほか、書き下ろしイラストを使用したグッズの販売も予定しております。そして同時に北九州ポップカルチャーフェスティバル2023でのステージも決定しました。おー、ステージ、お、北九州で、はい、北九州で、お、二霊役の千葉翔也さんと杉下役の内山幸喜さんが登壇します。他人みたいに言ってるけど我々がちょっと二人でなんか意外な組み合わせです、意外な組み合わせです行くんですよ。詳しい情報はアニメ公式サイト公式 X でご確認ください。以上、ウィンドブレーカーからのお知らせでした。さあ、というわけでお届けしてきましたテレビアニメウィンドブレイカー暴風林決起集会もエンディングのお時間です。最後に一人ずつメッセージをということで、信長さんからお願いいたします。はい、改めまして須尾隼人の声を担当いたします、島崎信長です。私は PV からね、はい、担当させていただいていたんですけども、いや、これがこのままアニメになったら嬉しいなーなんて、なったらいいねーなんてずっと思って言ってたんですけど、まさか実現するとはとても嬉しいです。でもね、本当にアニメ化してよかったって原作のファンにも喜んでもらえるように、でこれからね、たくさん知ってもらってウィンドブレイカーにハマってくれる人が増えるように精一杯頑張りたいと思いますので、どうぞウィンドブレイカーをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは内山さん、
はい、内山聖輝です。原作を読んでみて思ったのは、これアニメにしたらすごい面白くなりそうだなっていうところで、原作の魅力はもちろんあるんですけれども、それが動いてバトルたくさんあるので、動いた時にまたどんな魅力が出てくるんだろうっていうふうに楽しみになりました。ぜひアニメご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは千葉翔。はい、千葉翔也です。オーディションでリレー役決めていただいたんですけれども、 PV すでにこの3人と、あと中村さんのお声というか、そういうのをちょっと見て、なんかこの熱い世界観に入れたらいいなと思っていたので、演じることができてとても嬉しいです。喧嘩弱いって言ったんですけれども、その分すごくなんかやっぱ二礼なりのプライドみたいな、持ってる正義みたいなのもありますので、そういう各人が持ってる正義のぶつかりみたいなのがアニメで熱く描かれると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。桜遥役の内田雄馬です。ついに、ウィンドブレーカーアニメ化ということで、本当に、個人的にもとても嬉しく、そして本当に早くお届けしたいという、そんな気持ちで、今いっぱいでございます。収録をしていてもですね、絵の方もすごく動きがついてますし、これだけダイナミックに、アクションを喧嘩をですね表現してもらえてると、これ完成した時どうなっちゃうんだろうという、本当にそんな期待を持って今収録させていただいております。魅力的なキャラクターたちと、そして一人から暴風林みんなと、そして繋がっていくという、そんなこの成長物語、ぜひ楽しみにしてほしいなと思っています。ぜひウィンドブレーカー見てください。今日はありがとうございました。さあ、ということで改めてテレビアニメウィンドブレイカーは2024年4月より放送開始となります。放送開始までお待ちくださいということで、お別れです。ここまでのお相手は内田雄馬と千葉翔也と内山聖輝と島崎信長でした。それでは皆さん、またねー。またねー。